じゃあ次はこっちを開けてこの基板を組み込んでいこう。説明書っていうか、これは説明書じゃないから、説明書はさっきあったから、ちょっと待って。はい、じゃあ説明書を開けてください。で、大体ケースの最初に、ケースの説明書の最初に開ける方法が書いてあるはずだから、最初めくって。はい。ここに、ネジを4つ外してくださいって書いてあって、うん、で、上から外せますって書いてあるね。で、ここになんか注意書きがある。これは気をつけないといけないのは、押さないでくださいって書いてあるのかな。よし、とりあえず4つ外してみよう。あ、そうです。うん。はい。4つ。裏返して。裏返して。あ、こちらですね。うん、で、この筐体、この後ろ側に穴開いてるのは熱を逃がすためね。うん、うん、はい、じゃあ外してください。これ鉛筆用じゃなくて上から持つの、こういう力入れると。ネジ穴の大きさ合ってる。ああ、大丈夫っす。ネジの頭潰しちゃうと大変なことになるから。ああ、はい、で、ある程度取れたら回して取って。ああ、つながるんです。うん、はい、どっちも、うん、別とも取ってください。はい、で、ひっくり上げて後ろか、はい、とりあえず避けといて。はい、はい、開けてください。おう、うん、はい、もう少し、はい、これです、うん、で、これは何が入ってるかっていうと、ケーブルを束ねるためのやつとネジだね、うん、で、こっち側は基板だね。なんでこの基板が入ってるかっていうと、これ、ここに刺すところがあるんだけど、これ PCIe っていうやつなんだけど、はい、PCI Express の略なんだけど、ここに、これを刺すと、入んないでしょ。入んないですね。うん。だから、一旦、これを、こうやって、ここに刺して、これを、こう刺して、その先にこれをつける。そうすると、ここの横の部分に入るから。というわけで、じゃあこの基板はどこにつければいいかわかる？わかりません。これが、ここに入るんだよ。はい、じゃあこっち？そうそうそう。あ、これ？そう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 。同じところにネジ穴があるでしょ。あ、あります。うん。で、これが、何かっていうと、さっきのこの電源のところを刺すところね。うん、うん、はい。で、この電源をじゃあどこに入れるか分かる？電源は電源この中に入れなきゃいけない。ここ、そうそうそう、ここに入れなきゃいけない。はい、じゃあとりあえずこれをこう束ねてあるのを抜く。うん、うん、で、入れる順番としてはマザーボードから入れてもいいんだけど、電源から多分入れるんじゃないかなと思うから、ちゃんと説明書で書いてあるかどうかを見て、入れる順番、蓋を開けます。開けて、これっす、これを外して、これは何でしょう？電源？そうそう、電源を入れましょう。というわけで、この電源のここにネジを締めてくださいって書いてあるから、スイッチのネジ
これを外さないといけない。外してネジ止めする。あ、そのネジが。これを外してここにくっつける。うん、で外し方はここに書いてある。このネジを外せって。ここです。うん、太さが合ってない、これ太さ合わせないから。あ、できました、うん、今のやり方だとね、実はダメダメ、もっと大きい、危ないです。これっす、これででかいの、これっす、うん、ん、大丈夫、グッと押さえて、そうそうそう、私、うん、はい、外れました。うん、はい、じゃあ説明書通りこの電源を開けて挿してください。うん、これ通りにこれ取って、こっち、うん、あ、はい、じゃあこれをこの通りにして、こう、これ見て、向き、向きは、多分ね、これはちょっと違うな、向きが、スイッチが入ってる、こう、こうか、こうつけるのが正しいかな。うん、電源をこっちから出してくださいってなってるから、こうだろうな。ただ逆だな、これが。で、うん、こうしかないね。で、下からファン抜くから。うん。で、これを、これが。そうだね。あ、こっちからやる。いやいや、違う。入るな、入るな。あ、こ逆。これはこうネジ止めする。ああ、こうね。うん。こんな感じ。うん。ここでどんなネジですか。ネジはさっき入ってた。うん、こっち。これ三つしかないけど、三ついいのかな。四つのやつがあるんだよ。四つ入ってるこれ。三つです。これじゃないか。ネジ一本入ってる。ああ。ネジの形がここに書いてあるね。こんな形のやつ。それだね。あ、うん、ですね。うん。ちゃんとこのネジ穴を合わせて。サイズは大丈夫。だいたい場所は合うようになってるから。でも力入れるあれじゃないです。うん、そうそう、上から。うん、すぐ裏かな、こっちを。こうなんです、うん、じゃあ、これでさっきのようにカチンとはめる。さっき外した方向と逆だから分かるよね。どこ？逆。あー、すごい。スライドしてはめる。スライド。このケーブルをこうやって挿してくださいって書いてあるじゃん。うん。
この形で刺す。そうそうそう。この向きに刺さないといけないから、さっきこれひっくり返してたらダメだっていう話でしたね。はい。で、これがつながってどこに出てるかっていうと、ここに出てます。で、ここに見て、同じ形のやつがある。うん、で、それをこの電源ケーブル刺すのね。これ一番最後に刺すから。はい。じゃあ次は。ここら辺だけど基板を入れるのかな、もしかすると次は、うん、基板に CPU とメモリを挿してパネルを挿して入れてください。さあ、このパネルさっきどこにかにあるはずなんだけど、このパネルこれとなんかこういう違う違う、このパネルってここにつけるパネル、ここに四角くあって、さあどこかにあったはず。はい、正解がそう、あそこにあります。うん、裏側にあった。じゃあそれ持ってきて、はい。うん。もうこれっすね。ここにあります。ああ、そっちが。じゃあ外そう。それ内側に外れるか、それをここにはめてください。こう。うん。同じようにパチンとはまるはず。じゃあ片方をはめて、かつ、そうそうそう。押す形で。はい。指挟んで。ん？であれだな。上からはめとくタイプだ。こっち側から見たように、ここほら、見て、ここ、全部ブツブツ出てきたでしょ。ああ、はい。これで完全にはまってる。はい。で、こうなったら、まあ、ここに書かれてるように基板を入れてネジ止めしてください。はい。じゃあ基板入れてネジ止めしよう。これ？うん。これいけないですか？でももうこれはついてるから大丈夫。大丈夫。で、基板が入らなかったりして。どっちの向きか分かるよ。こう。こう。その入らないでそれじゃ。ああ、なんか。何のためにこれつけたか分かるでしょ。ああ、そういうこと。じゃあこう。うん。そういうこと。逆。そっからだと、そうそうそう。こっち。見てよ、こっち。こっち側の位置とか。うん。ここにさ、うまく穴が刺さるように、はめてください。こう、どっか置いてください。そうそう。うん。そうそうそう。こっちの穴はめないです、うん。で、ネジの位置が合ってれば大丈夫です。ネジがほら、もうちょっとずる。こっち側に、だから。グッと押さえるように、うん、それでネジが合えば、こんな感じ、うん、ね、じゃあネジ締めてください。まずこの端っこを締めよう。どんなネジですか？このネジは、あ、これっす、うん、はい、じゃ探して、あー、これスカッて刺せる、まっすぐ上からやって、うん、入った入った、まあ、こんぐらいに止めた、うん、閉める、うん、大丈夫だね。はい。で、マザーボードに入ったことだし、何をするかっていうと、ここにハードディスクを入れてくださいって書いてある、ね、ハードディスク、うん、付属のネジで止めて、なんか入らないと思ったけど入りそうだから入れとこう、うん、はい、じゃあネジを締めてください。うん、はい、はい、はい、どのネジを使えばいいかっていうのをちゃんと見て、この形はなんかあのさっきの周りにグワッて、うん、これはなんかただのすごい平べったい、うん、これは多分違うやつ、はい、じゃあ、そして、こっち側をはめて、こっちはまって、そっちもはまった、よし、はまった。で、ここのネジを締める。
これで余ったけど、さあ次はどうすればいいでしょう。ここに入れたら、これを抜いて、うん、このビデオカードを挿してくださいって書いてあるけど、その前に CPU のクーラーをつけようか。これを、うん、はい。じゃあこれつけるためにどうすればよかった？これ、違う違う、これを一回避けといて、これをここにちゃんと4箇所合わせ、4箇所合わせてで、ピンをさっきここに刺すピンがあったでしょ。あれを持ってきな、あれを持ってきな。じゃあどうやったらよかったですか？これ多分これで全部一回刺してから向き合わせればいい。うん、なるほどね。いいんですかね。じゃあ最後にどうすかね。で、こう押し込んだらこの回転方向に回すと抜けなくなるんだけど、はい、そうそう、そうそうそう、これそう同じ方向に回したら空回りして大丈夫だから、これでも大丈夫、はい、はい。前の筐体からスイッチを外し忘れてたんでスイッチを外します。はい、これテスターです。テスターっていうのがあって、ここにあるのが音が鳴るって書いてあるんですけど、これ繋がったか繋がってないか、繋がったらこういう風に音が鳴ります。で、これパワースイッチ、このパワースイッチを押すことによってどっかが繋がります。で、そのどっかがここのピンで繋がったことによってスイッチの代わりになってるんで、これを探します。で、まずこのパワースイッチの押した時につながるのを探します。押した時につながるのはこことここはつながってない、押したらつながる、そう、こことここがつながる、この2つがつながるところがスイッチ。あれ？つながらない。あ、そうそう。こう押したら、こことここがつながります。こっちも同じだと思うんで、ちょっと押してください。こっちのボタンを。うん。押して。はい。というわけで、ここがつながってるところをここから探します。で、探し方は、ここを片方を刺しといて、刺しといてというか合わせといて、こう、こういうふうにやっていくと、この赤いところがスイッチだってわかりますね。ここの、ここに繋がってる赤いところ、この赤い線。うん、で、じゃあ今度この黒い方はどこに繋が、黒いというか、ここの、反対側はどこに繋がってるかっていうのも同じようにして、探します。この黒ですね、はい、黒につながって、反対側はつながってないかな、反対側の2本にはつながってないのが分かる。というわけで、黒がこっちで赤がこっちにつながってるっていうことは、黒と赤をつなげるとここのスイッチが入るっていうことで、これを見るとここのピンが一個ない方。はい、こっち移して。ピンが一個ない方。これピン一個ない。で、このピンが一個ない。うん。ということは、
このケーブルはこう刺さります、うん、でこのピンがない方のところが黒、隣が、つまりこれが黒、その隣が赤、うん、っていうのでここにパワーって書いてある、このパワーって書いてあるのはどっちを指してもいいんだけど、マイナスの方、マイナスっていうか黒の方はここの白い線が入ってる方が黒、これずっとマイナスって書いてあるっていう意味なんだけど、この線がね、はい、なんでこれをここに刺します。そうするとこれがこっち側につながって、ここパワーのスイッチ、これのスイッチ、うん、になります。で、次に LED、 ここにパワー LED っていうのがあります。で、パワー LED を光らせる、これが光るね、ここは本当は、うん、これを光らせたいんだけど、パワー LED がどこに繋がってるか。で、LED ってプラスとマイナスがある。もうプラスって書いてある。うん、で、なんで、これも、プラスとマイナスがあるのね。これ逆につけちゃうと壊れちゃうから、こっち側が、スイッチが。正しく繋げられるように、このプラスがどこに繋がってるか、こっち側プラスね。を探すのに、さっきと同じことやります。はい。じゃあやってください。ああ、なんか、ここ押さえながらやる。うん。ん？どう？ここ？ここ？そう、そっちがプラスね。で、あとこっち側のどこに繋がってるかを探して。難しいっす。置いて、こうやって片方刺す、上から刺して。じゃあ鉄を、はい、一個押さえるから、はい、こっち側をどのピンに繋がってるか。うん？これっす。うん、それは？黄色。うん、黄色だね。反対側にも繋がってないか探してみて。じゃあもう一回黄色に刺してみて。はい、黄色。じゃあ今度はこっちのマイナスの方ね。こっち側がマイナスのはずだからね。プラスのはずはどこに繋がってるか。マイナス繋がってない？そんなことない。あったね。それは何色ですか？黄緑です。緑だね。緑、はい、うん。で、プラスどれ？これが、これそうそう、一番端っこ、うん、一番端っこ刺さってる。はい、はい、はい。じゃあこっちマイナスの方はどこだった？あの1個隣なんか黄緑、うん、緑ね、緑だ。じゃあ緑のところに刺してください。え、一本ずつ刺しづらかったら隣のピンと一緒に刺してもいいよ。1個と1回取って、はい、切りました。はい、と、はい、刺しました。はい、はい、これで正しい向きに刺さってるはずです。ここが組み込みはできたけど、ここにファンがないからこれが熱くなるんでファンを取り付けましょう、うん、はい、前の筐体からファンを持ってこないといけないんですけど、これ取り付ける場所がないんでかなり苦労するかもしれないですけど、はい、ここのネジを取ってください。ネジを、あ、これじゃってはめますか。これこうやってなんかやって
そう、ここの隙間にちょうど、はい、はめようと思ってます。で、あとここにケーブルを挿す形になるんですけど、このケーブルとこれがバラバラになってるのが嫌なんで、ここをちゃんと束ねたいと思います。はい、じゃあこれつなげるのに結束バンドでやりたいと思います。はい、結束バンド、こっちが、こっちでギューって引っ張って、引っ張って、で、長い部分を切ってください。で、ギリギリで切っちゃうと抜けちゃうからね、ちょっと上の方で切って。うん、ちょっと上の、もうちょっとギリギリでも切る。うん、それぐらい。うん。うん、あれ？はい、で、これを、こういうの入れちゃおう。穴の中。邪魔になっちゃうから。でこれでこのところにうまく入れちゃう。よし、入った。これでいいじゃんね。これだったら取れない。でこれ溶けちゃいそうな気がするけど、これラジエーターにくっついちゃってるから、まあいいや。とりあえずこれで全部つながったんで、まずは一回電源入れます。本当はここの電源からマザーボードに電源を供給するんだけど、最初に言ったように、これって AC アダプターが付いてるから、AC アダプターだとこれいらないのね。じゃあなんで付けたか、これ付けたかっていうと、これ用の電源のため。だから、まずパソコンが動くかどうかだけはこれで確かめられるから、SATA の電源を、挿すの忘れてたんで、もう挿します。これを SATA のインターフェースを挿します。ここが3つあるんですけども、どこ挿しても一緒なんで端っこで挿します。よいしょ。で、挿します。はい、これでハードディスクつながりました。ただこれハードディスクつなげたんですけど、あんまり意味なくて、OS はここに入ってます。OS って何かわかりますか？すいません。パソコンを起動させるための最低限の、ソフトが入っているのを OS って言います。うん。はい。では、オーディオのケーブルを挿していきたいと思います。オーディオのケーブルはこんな感じで、真ん中に切り欠きがあるやつですね。で、こっちも、ここに切り欠きがあるんで、これを挿しましょう。はい。そうですね。で、スイッチがここにあります。スイッチを入れましょう。ん？これ？うん。お、電源入りました。ファンは回ってますか？はい。で、パソコン側が、今、パワーがオンになって、あ、Windows が立ち上がりました。はい。はい、マウス動いてますね。動いてます。はい、電源の切り方は、ここで切ります。これ普通の Windows の電源の切り方なんで、一回シャットダウンします。